はい、というわけでございまして、アロマプリエルでございます。宇都宮の、老舗メンズエステ店でございます。YouTube を使って求人活動をさせていただいております。山田久太郎と申します。よろしくお願いいたします。ちょうどね、チャリンコレース真っ只中でございまして、土日でございます。求人のね、お問い合わせは土日構わず、平日じゃなきゃいけないということもございませんので、ぜひ遠慮なく、お問い合わせいただければと思います。まあ、いつでもいいですよ、何時でも。通常の電話番号に、ね、お問い合わせいただいたりですとか、今 LINE とかメールでのお問い合わせがやっぱ多いですね。特に LINE ですとリアルタイムに見れたり見れなかったり、まあ、見れなかったりする時もあるんですが、メールよりもさらにレスポンスはいいかなというところで、お気軽に、一言質問でも、していただければと思います。まあ、このね、 YouTube 使ってますけど もう一方的で、あくまで情報提供でしょ。なので、一般募集なんですよ、これは。なので、ね、まあ、こうやって声を枯らしてというか、まあ、好き勝手なことを喋ってますけども、あ、それこそ変なこともちょっと言うのやめようね、なんかね、ちょっと品もないし、真面目、なんか不真面目に聞こえるでしょう、ね、え、不真面目なんですかね、本当は。仕事はこんな真面目なのにね、不真面目な人間なんでしょうか、知らねえよって感じですよね。真面目です、仕事は真面目。ただなんか YouTube とかね、ブログになるとね、ちょっと調子こいちゃうんですよね。いかんね。やっぱ聞き手がやっぱ気持ち悪いような、気分悪くするような内容は いけませんな、これね。それね、気をつけようとしてるんですけど、ついついね、余計なこと喋っちゃうっていう癖ですな、これは。でも仕事は真面目です。まあ、だからね、YouTube 聞いて、あ、この人変な人だって思うかもしれないけど、一緒に働いたことある方だったら、真面目、仕事熱心とかね、真面目な人だとは思われてるとは思いますよ。それは多分ね、間違いないと思う。だから、根は変な人というか、ちょっと品がないかもしれないけどね、根はね。でも仕事は熱心なので、それこそ、セラピストさんとその店長なりその事務方っていうのは、まあ、パートナー、ビジネスパートナーじゃないですか。イーブンな関係でどちらが欠けても成り立たないみたいな。もちろんセラピストさんが欠けたら もちろん成り立たないんだけど、でも運営も死ぬ気でやってますからね。でそれをいい関係、ビジネスパートナーとしていい関係をで入れたらいいと思ってるんですけども、そのパートナーがまあ、仕事熱心の人の方がいいじゃないですか。それは人間的に面白みがなくてもね、僕なんか趣味もないし本当面白みのない人間なんですけど、仕事熱心は間違いないので、それは何、男としては魅力ないと思うけど、まあまあもういいおじさんだしね、ハゲ親父ですから、単なるで、あんまりね、デブではないんですよ。でも最近もうね、デブになってきてね、デブでハゲでもういいおじさんでね、もうおっさん臭プンプンの、とか言ったら もっと汚くなくなるよね。フローラルな匂いを醸し出してるおじさん風のフローラル臭のおじさんまた余計なこと、もうちょっとこれは置いときます。で、何が言いたかったかっていうと、だからビジネスパートナーとしてはいいと思いますよ。ちゃんとしてるからね、やっぱり一緒に仕事するのであれば、それこそ、異性として魅力がなくても、真面目で一生懸命の人がいいじゃないですか。それには該当するんじゃないかなと、自分ながらまた思ってますけども、まあまあそういう話は置いといて、で一般募集だからね、その何、紹介だったり知り合い自体のその何、入店だったりね、そのウォームなその何、市場っていうのか、何、コンタクト、での入店っていうのがやっぱ強いですな、これは。コネクションっていうんですかね、コネクションか。それはね、やっぱ強いですよ。で僕はそのコネがないから、全くゼロですから。で、まあ、さっき言いましたけど、俺これね取り直してるんです実は。
撮り直してるのよもう。そう、スカウトはやったことあるんですけどね、スカウトはやったことがあって、僕お声掛けするの別に苦じゃないんです実は、ただね、成績が悪かった、スカウトの成績が悪くて、僕がやるのはいまいちだなという判断をしました。要はその何、その効率が悪くて、でプロの方にお願いして、ちょっとスカウトやってもらってたこともあるんですけどもね、まあそれは置いといて、今はちょっとスカウト活動はやってないんですけど、で何の話、そうだから紹介強いよね、まあいいや、それは置いといて、でも逆にね、紹介だと、やべえ変な店入っちったって思ってもやめれないでしょなかなか、なんか誰々に悪いとかね、紹介者に悪いとか、なんかオーナーがちょっと怖い人だからとかね、そういうなんかしがらみが出るじゃないですか、辞めたい時に辞めれないっていうね。それがうちはないので、一般募集ですからね、あくまで一般募集で、辞めたい時は言ってくださいねと、僕もしょっちゅう言ってますよ、セラピストさんにも、引退したくなったらすぐ言うんだよって、無理して働くことないよって、なのでそういった面ではね、気持ちよく働きたい時に働いて、引退したいと、したい時に引退できるような、タイプのお店になってございます。で、遠慮なく、ご応募お待ちしております。そうですね、メンズエステ、まあエステ業界とかその美容業界の方っていうと、雰囲気はいいけどね、響きがいいじゃないですか、ね、何やってんのって、エステの仕事やってます、エステティシャンですね、すごく、イメージがいいんだけど、結構重労働じゃん、結構大変だと思うんですよ、そのくせお給料がそんなに、高くはない、高い方もいると思うし、ご自身でね独立されてる方なんかはそれなりだとは思いますけども、ちょっと大変そうで、こういうメンズエステっていうところを 見た時にね、やっぱりその 特に何いやらしくというか何、邪道的に見えたりもするじゃないですか、要は同じくくりみたいにしないでよっていう意見もあると思うんですよね、ただそれはその気持ちもわかるけど、やってることはざっくり一緒だしね、男性を相手にするか女性を相手にするか、美を提供するか健康を提供するかの違いぐらいで、まあ美も健康も提供してるでしょうけども、男性はあんまり、うちみたいなメンズエステ店では美はそんなに提供して直接は提供してないんですが、健康だったり若々しさだったりね、バイタリティだったり、そういったものを提供させていただいてるわけです、なので同じ業界だと思って、で、思ったらいいと思うよ、で単価の違いとかね、そういった部分もう何冷静に斜めに見ないで、邪険にしないで、分析してみてくださいよ、実際どうなのかなって、どういうことをやっててどういう報酬を得れるのかなって、そしたら納得するから、必ず、それこそ違法の、まあ、しつこいよね、違法のことやってるようなお店は、それはすいません電話かかってきちゃって、結構じっくり喋ってしまいましたので、何を喋ってたか忘れてしまいました、もう何分、おでももう9分じゃん、だから、まあ、しがらみないからね、気楽な気持ちで来てくださいっていうのは、話戻っちゃいました、そうそう、そうですな、まあそんな感じで、真面目にやっぱり話さなきゃダメですな、 YouTube はもうこの変なねハレンチなこととか言わないようにしないと、自分のこととかね得意げになって、全くもうお恥ずかしい、もう、
と思いました、思う今日この頃でございます、200回ぐらいで やめたいんですけども、あと30回ぐらいはあるのでもうな話すことはないんですけども、なんかねえかな、ない。じゃあ、とりあえず失礼します。